準備できましたか？あ、もういいの？じゃあ、やる？はい。よろしくお願いします。ウィスは僕の付き人でもあるけれど、師匠でもあるんだ。僕たち二人を相手に、果たしてどこまでやれるのかな。では、参ります。たとえ破壊神が相手だろうと、負けるわけにはいきません。どんなに絶望的な状況でも、戦い抜けば、希望が見えてくる。あなたの悟空さんたちが、それを教えてくれました。どちらを見てるのですか。大した問題。はあ、諦めて降参する。大した問題。はあ、諦めて降参しろ。私たちを相手にポッコイと戦える驚きですね。もう
彼らに任せてしまっても良いのでは。どうかな。僕は一度決めたことは変えないんだ。それじゃあテストの意味はないじゃありませんか。うるさいな。戦いはまだ終わってないんだぞ。これは失礼。おお、少しはマシな動きができるようだな。まあまあの強さだったよ、二人とも。それで、テストの結果はどうでした？いろいろと体を動かしたから眠くなってきた。ドミグラを破壊する前に、帰ってもう一眠りするよ。その間に誰かがドミグラを倒してしまっていても、ま、それはしょうがないよね。ありがとうございます。はあ、帰ろうか、ウィス。はい。ビルス様は一度眠ったら何年かは起きません。あなたたちを手助けすることはできませんから、そのおつもりで。では、健闘を祈りますよ。ドミグラとの決戦は近いわ。いい？絶対に負けられないわよ。この世界の運命はあなたたちの手にかかっているわ。